まあブロックの時さ結構ふらついてたりとか、まあ、受けすぎと絶対ふらつくねんけど、あのそのブロックの時にどこに力入れるんですか、その踏ん張る時にどこに力入れるんですか。足、それが違うんですよ。踏ん張る時ってやっぱ僕もあの引退する3試合前に気づいたんですけど、どこに力入れたらいいやろと思ってて、ずっとなんか例えばブロックの時に小指に力入れたらここで硬くなってこの守れるとか、まあ、そういうことも聞くねんけど、まあ、パンツや相手だったら無理やねんか、結局踏ん張ることが難しいんですが、それで考えた結果、この体幹 の, あのお腹の下あたりに力を入れてやるとバランスがやっぱめっちゃ良くなるんだから、まあそのブロックだけじゃ限らずに下がるときも前行くときも全部ここに力を入れて腹の中心、難しいねんけど結論したあたりイメージでいいんだ、そんなのイメージ、腹の下のあたりをイメージして、この下がるときも前行くときもで打つときも全部ここに力入れんねんか、なら結構そのバランス力じゃないけど結構なんていうか、そのブレへん、体がブレへん、下がるときでもさ、ブレながら下がるやつとかさ、前のときでも出ながら前にしまうときあるやんか、で全部中心やねんって言うかな、ここで下がる、前出る、下がるときも全部腹の中心で意識したら結構バランスが崩れへんと、その俺の経験やけど思います。なんで、まあその鍛え方は俺分からへんねんけど、まあ多分体幹とか一緒だと思うし、そう、体幹しながら敷いていくときも結局何も考えずに体幹してたり腹筋してあげてたら結局鍛わらないんで、体幹してるときも意識する、しっかりこうに力入れる、普通に日常で歩いてるときも意識する、走ってるときも意識する、結局意識するのが結構大事だと思うから、もう用意ドンで始まった時からもうずっとここに力入れて、そうそう、ブロックやった時にドンドン、そうそう、ここに難しいんだけど、イメージしづらいんだけど、力入れる、そうドン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 、そう、お前に出るんじゃなくて、ここでこの中心のまま踏み、ドンドン、そうドンドン、そう、相手見てそういいね、ドンドンドン、そう相手がこう振ってる、回す時もこうよろつくんじゃなくてしっかりここで踏ん張る、そうほんなら近いでいいやん、いい、近いしてドンドンで、どんどん近いして、ドン、そう踏ん張ってはい、ドン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 、そうもっと早く、引き込まれちゃうけど、ここでしっかり踏ん張る、そう、どうですかね、こんな感じで、難しいね、ほんまに、俺も口で説明しづらいし、やねんけど、ここの、なんやろな、中心っていうか、へその下から、もう一本足があるくらいの気持ちで、へその下から出てる足があるくらいの気持ちで、ここに、なんやろな、ブレへんようにやってったら多分ブロックも硬くが守ってすぐ力出る、だからブレたらワンテンポ遅れるから、ずっと守って打つ、守って打つってことができるようになると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。